マスーアンはアメリカ合衆国マサチューセッツ州の北東部エセックス郡の北側に位置する都市であるニューハンプシャー宗教に接している。2010年の国勢調査では人口47,255人だった。マスーアンは1642年に最初の入植があり、1726年には公式に法人化された。当初はヘイブリルの一部だった。 1724年、町の東部にいたスティーブン・バーカーたちが植民地議会にホークスメドウ、ブルック上流に新しい町を形成する許可を得るべく、請願を行った。町の他の者たちからは反対されたが、翌1725年12月8日に請願が認められ、議会はマスーアンという名での法人化を承認した。この名称は国王数密院の議員であり、 植民地総督大公、ウィリアム・ダマーの友人だった、ポール・マスーアン卿にちなむものだった。最初のタウンミーティングは1726年3月9日に開催された。1800年代に工業が成長し、マスーアンは発展した。1820年代にスピケット川滝のところに、マスーアン面紙工場が建設され、スピケット川沿いの小さな工場で、 帽子や靴の製造が増加したことで、オズグッド、ブロードウェイ、ハンプシャー、プレザント格通りの周辺地域に、マスーアン経済、住宅、文化の活動が集中化することになった。ネビンス、テニーズ、サールズという裕福で著名な3家族が、マスーアンの歴史と発展の中で重要な役割を果たした。これらの家族は、ネビンス記念図書館、サールズビル、テニーゲートハウス、 ネビンステー、スピケットダキ、プレザント通りとチャールズ通りの間の南北、戦争記念碑など、マスーアンの多くの目印になっているものの建設を推進した。マスーアン市は、北緯42度43分48秒整形71度10分46秒、北緯42.7300度整形71.17944度、 4 2 7 3 0 0十7 1 1 7 9 4 4に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は23.1平方マイルであり、このうち陸地22.2平方マイル、水域は0.77平方マイルで、水域率は3.42%である。町はメリマック側の北岸にあり、スピケット側に2分されている。 他にも多くの小川や水流がある。いくつかの池も点在しており、市有林、鳥類保護区、小さな州立公園もある。市域南端に近いメリマック川にある、パイン島も市に属している。マスウアンは、エセックス郡の北西園に位置し、ミドルセックス郡のすぐ東、ニューハンプシャー州ロッキンガム郡のすぐ南にある。北東には、ヘイブリル市との不規則な形をした市境がある。 東はノースアンドーバー町、南はローレンス市とアンドーバー町、西はミドルセックス郡のドラカット町に接している。北西はニューハンプシャー州ヒルズボロ郡ペラム町、北はニューハンプシャー州ロッキンガム郡セーラム町となっている。シュートボストン市からは北北西に30マイル、ニューハンプシャー州マンチェスター市から南南東に25マイルに位置している。 マサチューセッツ州内を走る、週刊高速道路93号線では北端にあり、市内には出口が3カ所ある。週刊高速道路495号線が市内東部を横切り、ローレンス市とヘイブリル市をつないでいる。マサチューセッツ州道213号線は、環状接続路でもあり、2本の週刊高速道路をつなぎ、市内に全てが入り、出口は5カ所にある。 その他、修道28号線、道110号線、道113号線も市内を通っており、110号線と113号線は、週間高速道路93号線回路の中でも、最大級に混雑する交差点である出口46では、ロータリー交差点で交差している。このインターチェンジを改良する工事が2013年7月に始まった。 ハンクローバー型インターチェンジとなる。この工事は2017年中の完成が見込まれている。週刊高速道路93号線は、市内で唯一メリマック川を渡す橋を通っている。ローレンス市にはいくつか橋があり、ヘイブリル市にもいくつかあるが、週刊高速道路93号線の上流7マイル、ローウェル市の東端まで橋は一本もない。マスーアン市内には、 メリーマックバレー地域交通局のバス便が運行されている。市内で大量輸送機関はこれだけである。最寄りの鉄道駅はサウスローレンスにあり、マサチューセッツ湾交通局通勤線ヘイブリル、レディング線によってボストンの北駅に通勤できる。最寄りの小型飛行機空港はノースアンドーガーにあるローレンス市民空港である。またメリーマックバレー水上飛行機基地もある。 最寄りの主要空港はニューハンプシャー州マンチェスターのマンチェスターボストン地域空港国際便ならボストンのジェネラルエドワード・ローレンス・ローガン国際空港がある以下は2000年の国勢調査による人口統計データであるマスーアンは昔からタウンミーティングと調整委員会の政府形態をとっておりマスーアン町と呼ばれていたが検証を採択して 市政委員会とマネジャーの方式に置き換えた。政府形態は歴史的にも法的にも市のものであるが伝統主義の形をとってその検証の中に町という故障を残していた。しかしマサチューセッツ州の都市は町にはない自治権があるので法律上はマスーアン町と呼ばれる市と呼ばれるようになった。その後の検証で強い市長の政府形態を採用し 公式に名称を、マスーアン氏に変えた。ネビンス記念図書館マスーアン氏政府は、一人の市長、全市を選挙区に選ばれる、市政委員三人、東地区の市政委員二人、中央地区の市政委員二人、西地区の市政委員二人、及び教育委員会委員六人で構成されている。マスーアン高校、ニコルソンスタジアム、マスーアンレンジャーズの本拠地マスーアン高校の運動競技チームは、 メリマックバレーカンファランスに属している。その大きな対抗相手は、アンドーバー高校のゴールデンウォリアーズ、ローレンス氏のセントラルカトリック高校レーダーズ、ヘイブリル高校ヒリーズである。感謝祭の日には、ドラカット高校、ミディーズとフットボールの試合を行う。この2チームは1935年の感謝祭ではない日に最初の試合を行い、その後1963年に感謝祭の日の 設定が行われてから再開された。高校のカラーは白と青であり、マスコットはレンジャーである。これは町の住人ロバート・ロジャーズが設立したロジャーズ・レンジャーズにちなむものであり、アメリカ陸軍レンジャーズの前身である。マスーアン記念音楽ホールサールズ・テニー・ネビンス、歴史地区、1992年にマサチューセッツ州で、 最大級に特徴ある地区の建築と豊かな性格を保存するために市が設立した地区であり、市の父であるデイビッド・シー・ネビンス、エドワード・カイ・サールズ、チャールズ・ H ・テニーにちなんで名付けられた。市のウェブサイトには次のように記されている今日、3人が合わせたビジョンは、工場、住宅、学校、邸宅、教会、記念碑、遊戯場、図書館に見られ、 その美的な競合からできた建築物のファンタジーが見える。この歴史地区の領域はサールズ、テニー、ネビンス各家とそこで働いた人々によって建設され使われた資産が含まれるように設定された。この歴史地区はマスアン歴史地区委員会が管理しており、その歴史的一体性を損なうかもしれない改変から保護している。サールズ・テニー・ネビンス歴史地区に入っているのは スピケット滝歴史地区とプレザントハイ歴史地区である。どちらも地域の多くの建物と同様にアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。ありがとうございます。